ちゃもちゃもくるちゃもちゃも今日はいい日だね。聞いてますか？クルチョムチャンネルの MV とかでもアコギだけの曲だったりアコギ何かが載ったりするようなオリジナルソングカバーソングもろもろありますけれども、あの曲たちは本当にアコギだけでやってまして、ペキストリンだったらストリングスが鳴ってたりとか、まあ、PPL に関しては完全にあれもゴリゴリの打ち込みですけど、アコギだけでやってる曲とかで打音が入っている曲、まあ、ほとんどに打音が入ってるんですけども、あれは下音の音とかを打ち込んでるわけじゃなくて、チョモランテが直接ギターを叩いとるんですね。これと一緒に伴奏そのまま弾いとるわけです。別撮りしてるんじゃなくて一発で。もうだいぶポピュラーにはなってきてますけれども、まだ知らない人全然知らないかもしれませんが、それスラム奏法と言いまして、冒頭でちょろっと弾かせてもらったんですけれども、あんな感じで伴奏とリズムを一緒に出す奏法になっております。本当にたくさんも日本人でも上手な人がですね、もういっぱいいっぱいいるんですけれども、上手すぎてやっぱいきなりできねえでしょって、スラム奏法の一番基礎の動画みたいな感じでよくあるフレーズがあるんですけども、これね、これの原理としては、このバスドラの音と同時に弦を鳴らす、で次は弦だけを鳴らす、でそれを叩いてミュートする、でそのまま引き上げる、まあ、この4つの動きでできてるんですけど、どんな動画を見ても導入がこれなんですよ。あのね、そうじゃねえんだ、みんなここでつまずくんだよ同時に音が鳴らんの、これな。で、しかも、これが同時に出た瞬間に、スラム奏法一気に進みます。ここでつまずく。F コードと一緒。なので、今日はちょっとそこを掘り下げてですね、どんな風に同時になってんのかっていうのを、しっかり、ちょっとやってみようと。クールちゃんがいないね。普段は二人でやっております。クールチョムチャンネル、他の動画も見てね。だいたい18禁。さあ。まずはどこを当ててんのということで、自分でこのボディを叩いてみて、このサウンドホールのちょっとエンドピン寄り側、この辺が多分一番叩きやすく弾きやすいんじゃないかなって思います。もうちょっとこっちに行けば行くほどロー感が出てバストラっぽいですけど、弾きながらってなるとやっぱこの辺が一番叩きやすいのかなって思いますね。最初はいい感じのこのドン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 がなりゃいいです。理想は手首を落とす感じでも、これって、ね、勝手になっていくと思います。最初はなんか気持ちいい音が鳴るとこ探してください。こうやってチョモララテはだいたいもうここ全部当ててる感じです。ここら辺、ここだけ当てるパターンもあったり、こっち当てはるパターンもあるんかもしれないですけど、なんか俺は全部この辺使ってドスドスやってますね。ここからがみんなの一番つまずくとこやと思いますけれども、このストロークと一緒にこのドンを当てるっていう、軽くグー、軽くグーね、軽く握りしめるんじゃなくて軽くグーで、爪が弦に当たるぐらいの感じで、このバスドラと爪とお爪をこう弦に当たる、これを一緒に当ててみましょう。こうまずはね、感覚的に、先がこのドン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 ってやったのが、この金属音も一緒に入る感じ、これね。それこそ YouTube とか見ながらずっとこれだけやっとったらいいです
ほんなら、こっちのフレットの方は押さえてなかったんで、金物の音しかしませんが、ちょっと F でも押さえてみますか。ほら、もうなるでしょ。同時に。なるんですよ。簡単に、同時に。みんなこう、弾こうとするから、こう、一緒にどうやってやんの、一緒にどうやってやんの、みたいになるけど、当てるだけでいいの。んで、お、なるほどなるほどってなったら、そのタイミングで、後から指をこう、ストロークすればいい。当たったなって思ってからストロークでも全然いい。ほら。どんどんなってくる。ここ。ここにみんなやっぱ時間かかるんですけど、この感覚で言ってみてください。ストロークするんじゃなくて、同時に当てる。から、どんどん開いていく。これで、一番基礎やって言われている、最初の、ドーツーパーツー、ドーツーパーツー。これがすんなりいけると思います。ここでつまずくんやもん、みんなだって。だってこれさえいけちゃえば、ジャーン、ジャーン、パン、ジャーン。このパン、ジャーンは誰でも絶対できるからね。ジャーン、ジャーン、パン、ジャーン。これが慣れてきて早くやったらね、ぽく聞こえますから。こんな感じでね、これからたまーにチョモランテのスラム奏法講座初級、中級編とかになっちゃいますけど、上級のはね、よう弾かんから。それは上手い人のやつを見たらよろしい。なので、みんなが本当につまずきそうやけど、YouTube で探しも見つからんみたいなとことか、掘り下げてやっていこうと思いますので、これはどうなってんのとか質問あったらどしどし聞いてみてください。それこそこれができるだけでも四つ打ちでいいから、まずは同時の音が鳴るっていうところを攻略さえすれば、あとはみんなの方が俺よりギター上手いかもしれんし、これから始めようって子もちょっとおって言わせれるからね、モテるよ。今日はどうやって同時に音鳴らしたらいいかのチョモララテなりの攻略法でございました。みんなこぎ引こうぜ。またねー、くるちゃん早く良くなって。いつもいつでも君を探してる。キストリーでキストリーでキストリー、なくしたくないのさ、あの日のメモリー。でキストリーでキストリーでキストリー、君がくれたのは消えない甘い。